はい、皆さんこんばんは。心霊スポットです。本日はあの有名な大塚公園に来ております。でも大塚公園ではちょっとピンとこない人にもいるかもしれないですけども、首なし地蔵で有名なところですね。数々の心霊マニアやあの有名な稲川淳二さんも来てるところですね。しかしこの階段はいつ来てもきついですね。はあ、ようやく階段を上りきりました。こっからまたさらにちょっと歩かないきゃいけないんですけども、かなり薄暗くてね、めちゃくちゃ怖いですね。このあの日暮らしの鳴く声がとてつもなく怖いですね。怖さを倍増しますね。ほんとやめてほしいですね。歩くこと50分じゃねえや5分ほどで、ここ首なし地蔵のある大塚公園の下までやってきました。で、暗くて少し分かんないんですけども、分かんないけど少し見づらいと思うんですけども、こんな感じですね。まあぶっちゃけネットで調べた方が分かりやすいですよね。そして階段がこんな感じです。であと絹の道っていう心霊スポットもあるんですけども、今日は行きません。では早速登ってみましょうか。では早速階段登ってみましょう。ここも急な階段ですね。あと昔ここの真ん中、階段の真ん中にある手すりなんですけども、ついてなかった、なくていつの間にかついてたっていうことがあるんで、結構あのまあ管理されてるっちゃ管理されてる場所なんですよね。でこの手すり、まあ怪我をしないようにつけてるんですけども、やっぱ雰囲気がねちょっと壊れるんでね、こういうのは、ね、もうちょっとあの色を考えてつけてほしいですね。あ、もう早速見えてきましたね。あ、これも、あれ、これを、あれ、最近おられてる、最近、まあ、1、2年のことじゃないけど、前はおられてなかったんで、誰かおったんですね。ほんと、どうしようもないですね。荒らすのやめてほしいですね、ほんとに。
うわ怖えな。はい、これが有名な首なし地蔵ですね。もうなんかちょっとしばらくいたら気分悪くなるし、あと怖いんで帰ることにします。あ、なんかあれ？さっきからなんか近くで足音するんですよね。散歩とかする、して、するっていうかしてる人さっき見かけ、一人見かけたぐらいなんで、もうなんか怖いですね。じゃあお邪魔しました。
はい、今回は八王子にある大塚公園こと首なし、ん？どっちだ？首なし地蔵こと大塚公園の方がいいのかな。まあそこにやってきました。いや、ここね、まあ先ほども言ったけど30回ぐらい来てるんですけども、やっぱね、怖いですね。特にまあどこもそうなんですけども、特に日が沈んでるっていうか傾いた時に来るとやっぱ雰囲気があって非常に怖いですね。あとね、勘違いなのかどうかわかんないんですけど、毎回ね、足音がするんですよね、近くでね。その足音はなんですけども、散歩してるおじいさんだったりとかもいるんで、それかなとか思うんですけど、でもやたら近くで足音がしてたりとかするんで、ちょっとね、やっぱ何かあるんじゃないかなと思いますね、ここは。あとすぐ近くに住宅街が広がってるんで、絶対になんかあんまり変なね、ことが起きないんじゃないかなっていうような場所なんですけども、やっぱね、ちょっと、この場所だけ雰囲気が全然違いますね。なんていうかな、もう、光のある場所にもう影が、すぐそばに影の部分があるって感じなんで、なんて言ったらいいのかわかんないですけども、現代の心霊スポットっていう感じがしましたね。というわけで、また次回も別の心霊スポットに行ってみたいと思います。それでは、さよなら。